室戸は海上自衛隊の敷設艦。艦名は室戸岬に由来し、旧海軍の旧艦艦、室戸、仙台、室戸に引き続いて三代目となる。同系艦はない。二代目、室戸は仙台、室戸の老朽化に伴い後継艦として、平成21年度に予算が計上され建造された。仙台と同じく基地や港湾、戦略海域等に、 水中超音監視装置を付設することを主任務としていると思われるが、詳細は開示されていない。ケーブル付設装置や海洋調査に関わる各種水中機器を装備し、これらを円滑に運用するために船体にはバウスラスターとアジマスラスターが備えられている。また、船火を抑えるために、船体は可能な限り焦線構造とし、 不接艦として、最低限度の能力を発揮できる程度に収まっている。このため、建造費は、約284億円になっている。なお、仙台、室戸、は、後継タたる本艦の収益を待つことなく2012年4月4日に、退役している。室戸、は、中期防衛力整備計画に基づく平成21年度計画4900トン型不接艦として、 三菱重工業下野関造船所工の裏工場で2011年9月7日に寄港され、2012年7月5日に浸水、同年11月20日に工師開始、2013年3月15日に収益し、海洋業務軍に直轄艦として編入された。定形工は5。同年9月7日から10月30日の間、第33回グアム島方面派遣訓練に、 参加し、グアム島方面において、不設訓練等を実施した。2014年8月19日から11月8日の、間場、第34回グアム島方面派遣訓練に、参加し、グアム島方面において、不設訓練等を実施した。2015年7月31日から9月24日の間、間 第35回グアム島方面派遣訓練に参加し、アメリカ合衆国海軍の協力を得て、グアム島方面において、不設訓練等を実施した。2015年12月1日、海洋業務軍が海洋業務対戦支援軍に改編。2016年7月1日から8月18日の間、第36回グアム島方面派遣訓練に参加し、 アメリカ合衆国海軍の協力を得て、グアム島方面において、不設訓練等を実施した。2017年6月10日から8月3日の間、第37回グアム島方面派遣訓練に参加し、アメリカ合衆国海軍の協力を得て、グアム島方面において、不設訓練等を実施した。2018年10月20日から12月17日の相場。 平成30年度グアム島方面派遣訓練に参加し、アメリカ合衆国海軍の協力を得て、グアム島方面において、不設訓練等を実施した。2019年10月17日から12月5日の、相場、令和元年度グアム島方面派遣訓練に参加し、米海軍の協力を得て、グアム島方面において、不設訓練等を実施した。 2020年10月2日から11月15日の、相場、令和2年度グアム島方面派遣訓練に参加し、米海軍の協力を得て、グアム島方面において、不設訓練等を実施した。ありがとうございます。